まさか、地球は確かカカロットが送られた星のはず。とっくに。それにしては美しすぎるな。いや。間抜けなカカロットのおかげだ。強い。まさか、あのガキ。サイヤ人。こいつは、本物だ。おお、そうか。お前はカカロットの息子か。俺とカカロットが似てるのも無理はない。俺たち使い捨ての下級戦士はタイプが少ないからな。戦闘力1の。さすがサイヤ人の血を引いているだけのことはある。俺か？俺はな、そう。俺の名はターレス。なあ、小僧。俺と一緒に来る気はないか。宇宙を気ままにさすらって、好きな星をぶっ壊し、うまいものを食い、うまい酒に酔う。こんな楽しい生活はないぜ。おいおい。そう、邪険にするなよ。俺たちは生き残ったサイヤ人のわずかな仲間。仲良くしようや。もはやこの美しき青い星も、赤ちゃけた乾いた星に変わってしまう宿命だ。この俺についてきた方がいい。それとも、このまま死にか？ん？何か来る。戦闘力18000。誰だ？なんだ貴様、丁重にお断りする。サイヤ人にはサイヤ人にふさわしい生き方をしろ。でなければ、その立派な尻尾が泣くぞ。その正しい使い道を教えてやろう。自分がサイヤ人であることを最も強く意識する使い道だ。これがなんだかわかるか？お月様さ。はじけて！まざれ！小僧、サイヤ人の力を見せてみろ。俺まで猿になっちまうからな。だが俺のパワーボールの効果はしばらく続く。さあ、お前本来の姿を見せてみろ。子供が親を殺す。それがサイヤ人だ。カカロット、お前が死んだ後は俺がガキの面倒を見てやるから安心しろ。邪魔するな！くたばりどこないな！虫けらのように岩場に叩きつけるのだ。なぜだ？最強の戦士サイヤ人の血を引くお前が、そんな下等な生物に情けをかけるというのか。本当にそうかな。どうだ、これでもサイヤ人ではないというのか。ん？バカめ、俺にかなうと思うのか。所詮裏切り者のカカロットのガキを連れて行こうとした俺が柄にもなく甘かったのだ。死ねー、カカロット、サイヤ人の面汚しめ。ん？少しは聞いたぜ。カカロット、俺にひざまずいて詫びるなら、お前のガキと一緒に仲間にしてやってもいいぞ。新生児の実を食べ続けてきたこの俺に、勝てると思うか？ふん。お前のパワーとは天と地ほどの差があるのだ。戦闘力3万！なんだこいつは、戦闘力がどんどん跳ね上がってくる。俺の勝ちだな。この程度の戦闘力では今の俺の相手にはなれないぜ。砂漠と化していくこの星のど真ん中にお前の墓を建ててやる。同じサイヤ人に生まれた俺からのせめてもの贈り物だ。お前のパワーはその程度か？もう少し楽しませてみろ！
ひざまずけ。ひざまずいて命乞いをすれば許してやるぞ。どうだ、カカロット。ならば死ねー！うわっ！所詮下級戦士、無様なもんだ。だがこの俺は違う。新聖樹の実で全宇宙をひざまずかせてみせる。ほう、まだ生きていたか。証拠りもなく。ん？カカロット。邪魔だー！ん？なんだ？うわあ！これだけあれば怖いものなしだ。ん？ん？カカロット、貴様まだ！新聖樹が枯れたおかげで地球は助かるかもしれん。新聖樹の実が吸い取った地球のエネルギーを新聖樹の実が孫悟空に分けてやったからこそスーパー元気玉ができたのだ。そしてその栄養の塊がシャワーのように降り注ぐことによってすべての生きとし生けるものにパワーを与えたのだ。